ジュネーブのサンピエール大聖堂サンピエール大聖堂の正面ジャンカルバンのイス大聖堂の北東から見た大噴水サンピエール大聖堂はスイス、ジュネーブにある大聖堂であり、今日では改革派協会となっている。大聖堂は12世紀のジュネーブ司教座司教皇アルデュシウス・ド・フォーシニーの下で始まり、様々な建築様式が混合している。また、 宗教改革の指導者の一人であったジャン・カルバンが本拠とした教会として知られ、大聖堂の内部にはカルバンによって使用された木製の椅子がある。大聖堂の地下は最近大規模な発掘が行われ、ローマ帝国時代まで遡る、この地域の複雑な歴史が明らかになった。8世紀から10世紀にかけて、これはこの土地に共存する3つの大聖堂のうちの1つであった。 現在の建物は、聖職者の使用や、初期のキリスト教徒の死者祭司に専念していた、大聖堂から成長していった。12世紀に残存した建物の成長により、包括された他の二つの建築は、生態の一つで、教会の教えとは違っていた。ドイツの画家、コンラートビッツは、1444年の大聖堂用に、現在美術史博物館にある、 聖ペテロの祭壇画を描いた美術史博物館は彼の最も有名な奇跡の砂取りも収蔵している。現在では毎年夏にドイツプロテスタント司祭が出席し、ドイツ語とフランス語のどちらかを母語とするプロテスタント信者の双方に対して二言語サービスや会合が行われている。イメージ図、ありがとうございます。